偏差値操作は、大学などの教育機関が入学試験において、入学者や合格者における総合的な学力の実態以上に大手予備校等で算出される、一般入試の学力偏差値を高く見せかけて、外見上の大学のレベルを上げること。合格者の学力を隠蔽できる推薦入試等で大量の入学者を確保するとともに、 一般入試の募集人数を少なくするほか、受験方式を増やしたり複数回の受験による一般入試の競争率を高めるなどが行われている。2013年に大阪産業大学が付属高校生に大量受験させている問題が KTV ニュースで偏差値操作と報道された。理論上、偏差値を低く見せかけることも考えられるが、これを実行している。 教育機関やこれによる利点は確認されていない。日本では学力偏差値が大学を語る上で重要な役割を担ってきた。大学等の合格に必要な学力水準を示すものとして受験生や学校関係者たちにとっての役割を果たすだけではない。ランキングという形で公開されるなど一般入試における合格指標でしかないはずの偏差値が逆に大学等の 世俗的な意味での序列や大学等そのものの価値を決める大きな要素になっている。各々の偏差値が持つ意味は各大学学部学科間の受験前提の差によって大きく異なるが、その種の受験前提を無視した前提がバラバラな上での単純な数値としての偏差値に目が行きやすいため、見かけ上の偏差値を操作する動機づけを大学等の側に与えている。それゆえ、 将来的にトータも予見される地方の小規模の大学等もあり、ブランド作りの一環として、偏差値操作を行っているのではないかと、BBS などで語られ、インターネットスラングとしてもよく用いられる。しかし、この校の主題でもある、推薦投入試による入学者が、私立大学では過半数となり、一般入試の指標でしかない学力偏差値の意味は、 薄れつつあるため偏差値操作による効果には疑問が残る。また、定員を充足できている都市部や規模の大きい大学では入学する学生の学力の工程で学費収入の高は変化しない。推薦投入士による入学者の割合増となる実際上の理由としては推薦入試による定員が3割から5割に変更する法改正、多様な学生を受け入れることによる 補助金の増、入学定員超過による罰則回避のための入試祭分化が挙げられる。偏差値操作の例偏差値操作に用いられる推薦入試について、現在、AO 入試や推薦入試が拡充されており、2009年春に私立大学を受験した人のうち、一般入試を受験したのは、読売新聞の調査では44%とされ、学力審査を経ないで、 大学生になる人は半数以上に上る。この点について推薦入試が学力低下の一因と指摘する意見と推薦入試によって一般入試よりも優秀な学生を確保できているとする意見がある。詳しくは推薦入学の項目を参照。ありがとうございます。